黒いのは普通の紐ですか？普通の紐？いや、白縄って言うんですけどね。白白縄草？本当は白の…いいっすか？汚れますよ。あの、黒いのがついちゃう。黒いつけるんですか？黒くなっちゃう、手。なんか色は、そうですね、つけてますね。白の繊維で作るんですけどね。はいはい。シロという植物がそういう植物。今は本当はそんなやってないみたいです。水に濡らしますんでね、はい、真っ黒になっちゃうんですよ。植物がもともと黒いですか？いや、黒くない。だから染めてるんですよね、色つけてるんです。炭で？何でつけてるかはちょっと知らないこれやるの長いですか？そうですね、長いっていうか、あの、覚えれば簡単ですけどね、覚えるまでがちょっとね。あと、この順番を決めてありますか？うん、決まってんです。ここをやる場所が決まってる。決まった、うん、決まってる。どこにやってもいいってわけじゃなくて、うん、ちゃんとあの定位置があるんです。定位置がある、うん、決まったところでやらなきゃいけない。Been doing it for a long time. 聞いてもいいですか？ネジが結構使ってるで、これどういう意味ですか？ネジとか使ってますか？あ、それはね、昔はネジ使ってなかった。ネジのない時はないでしょうけど、はい、今はもうこれで止めないとなかなかね、なんかね、まあ、針金でやるか、仮の紐で結わえといて、これを結んで。まあ、その仮のやつを取っちゃうとかね。でも今はもうほとんどこういうネジを使ってます。使ってます、使ってます。あ、その着替えもそのたびに、うん、これのための針なんです。針みたい、うん、クリバリっていうんですけどね。よくあの座布団の針に行ってますね。ちょっとこれはもうこういう形してて、まあ、他に何か使うかな。このこれ建仁寺岳って言うんですけど、建仁、はい、こう生垣の種類があるんですけどね、はい、で建仁寺岳って細かいでしょ。だからこの紐が通らないんで、この針を使って向こうから通すわけ。通す、はい、うん、だから座布団とかそういうのとはまたちょっと違うと思うんです。なんか前にあのなんかその丸の針みたいって、うん、なんか座布団で使えるって言ってた、ね、あ、こんなような針でした、うん、あ、そうでした。でも反対側で誰かいればなんか楽じゃないですか？これはでも外向こう側、あの壁だから。あ、はい、うん、だから向こうには人は入れない。入れない、うん、だからそれです、うん、いるわけでも両側の時もこれでやらないと入らない。紐を立ってこうは通らない、はいはい、こういう針で通さないと。じゃ結構力持てます。あ、いりますね。力持ちますね。力がいります、はい。すみません、ありがとうございました。はい、どうも。